えー、今日の題材は2013年度の東邦大医学部の問十13です、えー、それでやっていきたいと思います三角形 a BC は34ルート13を辺の長さとする三角形で三辺の長さが決まっていますとすると角 ABC は決まりますね、えー、この三角形に対して BC を一辺とする正三角形を図のようにとりますで AD ベクトルを AB と AC で表せという問題ですね AB と AC をそれぞれ BC というふうに簡単に表します。で、AD ベクトルを B と C で表すんですから、S 倍の B たす T 倍の C というふうに書けますよね。で、正三角形という条件は、BD の長さがルート13ということと、CD の長さがルート13というふうに書けるので、AD ベクトルに対して BD ベクトルを。 作ると倍の b, ベクトルです、ね、b を引くんで、えー、とこうですねプラス t 倍の c ですねでこの b ベクトルの大きさがルート13っていうことなのでこの値が13になりますしたがって、えー、これの内積取ったもんですね自分自身の内積を取って s-1 の2乗 b ベクトルの大きさ足す 2倍の s-1×t の、えっと、b と c の内積。b と c の内積が決まりますね。三角形の形状が決まっているので。それから t の2乗 c の大きさイコール13という形で s と t の2次の方程式が作れます。で同じようなことを cd について考えてあげるともう一本式が作れることが分かりますよね。それを連立方程式解けば。 S, S と T の値は出てきそうですまあそれでえっ、ー、と試験だったらまあ多分それが一番考えやすいですし、えー、手っ取り早い方法だと思います方程式を立ててしまえば、まあ、それをしっかりと解くことによってね、えー、答えが出てくるのでまああんまり深く考えずに物事を進められる利点がありますただこの方法だと結構、えー、途中でどっかでミスったらそれで答えが出てこなくなりますよねはい えー、もう少し、えー、途中でこう確認してできる方法なんかを、えー、考えていきましょう。正三角形という条件をどのように使うかっていうことなんですけど AD ベクトルを今後決めてるものですね。えー、っとこの D という点をどのように決定していくかっていうことで考えると,、えー、っと垂直なベクトルを一つ考えるといいことに気が付きます。 えー、つまり A から BC にこう垂線を下ろしますこんなふうにですねこの垂線の足を H としましょうでこの AH のベクトルは正三角形のこの、えー、CB を一辺の長さとした時の高さに相当するこのベクトルですねつまり BC の中点を M とした時に M と D を結んであげるとこの線はやっぱりここが垂直なので 抵抗になるってことこですねだから MD は A、AH、の何倍っていう形にかけてるってことです。で MD のこの大きさというのは一、えー、辺の長さはルート13なので、えー、と2分のルート3倍ですよね。つまり BC の2分のルート3倍になっているわけです。ここの長さはルート 13×2 分のルート3倍になっているわけです。 まあ実際の長さが計算できるということとあとは AH ベクトルこの長さを算出してあげれば単位ベクトルにその長さ倍をかけてあげて足してあげればいいので MD ベクトルっていうのは出,出そうですねそしたらこの AM ベクトルに MD ベクトルを足してあげれば AD ベクトルが得られるわけですまあそうやって、えーまあ、段階を踏んでね計算をしていくっていう手法がありますまず AH のベクトルを求めて で、AH のベクトルに対して MD のベクトル、これを表示して、それぞれ長さを出して、で、MD のベクトルを求めて AD を最終的に求めるっていう方法ですね。はい、この方法でやっていきましょう。まず、えー、三角形 ABC の内積の値で B と C の内積を出します。えっ、ー、と、B-C の大きさがルート13ということから、 えと2乗してでその内積を大きさの2乗を内積に変えて2倍の B と C の内積足す C の大きさの2乗イコール13ですねでそれぞれ辺の長さを出してあげると2倍の B と C の内積はえと9プラス16マイナス13となって12出てきますつまり B と C の内積は6ですね でえー、今度はこのこの垂線のあら下ろしたえっと A から BC に下ろした垂線の足 H ですねこの BH のベクトルこれを求めていきましょう BH ベクトルはちょうどえっと BA のえっと BC 上への正射影ベクトルですね BA の BC 上への ベクトルを考えてあげることによってよりまあ計算が簡単にできます。BA の大きさの、えー、BC の大きさの2乗分の、えー、BA と BC の内積かける b c ですね。で BC の,長さ BC の2乗は ルート13なので13でえっとここはス b と内積えっと c ス b ですね。倍の bc。ということでえっと分子計算するとたす9なので13分の 3bc と出てきます。この13分の 3bc と出てきたらこの係数ですね13分の3ってことは。 えー、これは BH 対 HC が3対10だってことを示していますつまりこっち側が3でこっち側が10だってことですつまり H は3対10に内分する点ってことですねしたがって、えー、と AH のベクトルは内分の公式によって13分の 10B ベクトル 足す 3c ベクトルっていうふうに求めることができます。いいですかね。ここまでここまでいいですかね？で bh の長さはえー、っと。3対1に内分する点であるということから、bh のベクトルの大きさ。これは √13 の。13分の3倍ですから。ルート13分の3ということが分かります。 したがって ah の長さは三平方の定理によってルート9スルート13分の3の2乗ですね。それをえ引くことによって9ス1 3分の9。で1スルート13分の1ですからルート 9かける13分の12ですね。したがってト1 3分の 6√3 というふうに出てきます。この値はこのベクトル表示を2乗しても同様に出てきます。まあ、こういうところで確認をしてもいいかもしれませんね。えー、確認を進みながら確認しながら進んだ方がえ最終的なこの AD ベクトルを B と C で表した時の表示を間違いなく出すことができます。 はいで AH ですね、えー、ルート13分の6ルート3というふうにできたので今度は MD の長さです。MD の長さはえー、っとルートかける2分のルート3なのでなのでえー、っと MD ベクトルこれは これが2分の3ですね。ルート13かける2分のルート3かけるその方向の単位ベクトルです。MD 方向のこの単位ベクトルをえつけてあげたものがえっと MD になるわけです。実際の長さがこれです。その前にえっと長さの直後に。 単位ベクトルを置いてあげてその M D を表示しています。で、それはえっとこの A H の長さが実際の長さがこれなので、これで割ってあげたものがつまり六ルート三分のルート十三かける十三分の十 B たす三 C これがその A H の方向の単位ベクトルを表しています。 これが AH と同方向の単位ベクトルになってる。まあこういうふうにねえっ、ー、と置いてあげることで MD の表示ができるわけです。MD の実際の長さかける単位ベクトルという形に置いたってことですね。で あとは md のここを計算して1 12分の 110b+3c と出てきます。したがって ad は am+md すと。したがって am は1 13分の 110b+3c6b+6c す。 10B で12分の 16b+9c これが答えということになります。まあ、最終的にはね簡単なそのまあ分数、えー、整数分の整数という形で記述ができるのでまあ えと方程式を解いてもねまあ綺麗な形が出てくるんですけど出てきた答えが、まあ、合ってるかどうかっていう保証が方程式の場合だとなかなかね自信が持てないと思うんですけど、えー、とこの方法だと確認しながら進んでいかれるのでまあ健在しながらやって自信が持てるんではないかなと思います。はい、ということで、えー、と正三角形に対してこの中点から、えー、その垂直なベクトル し、dc に垂直なベクトルをえ、一辺の長さの2分の √3 だけえ、行った点という形で d を指定してあげるっていうことですね。まあ、それでうまく ad ベクトルを表示することができるという問題です。はい、えー。2013年度の東邦大医学部の問い13でした。